どうもヒューガバーカクテル探偵団でございます。今日は前回予告した通り世界の人気カクテルランキングについてお話していきたいと思います。まあ、このチャンネルでもよく使わせてもらってるこの世界の人気カクテルランキングなんですが、このカクテルランキング、ザ・ワールズ・ベスト・セリング・クラシック・カクテルズというランキングで、僕が調べた限りでは、2015年からこのランキングはスタートしているようですね。で、この人気カクテルランキングはですね、2015年当時は、世界中の人気バーの中から50店舗をピックアップして、で、その50店舗の人気カクテルを聞いていくと。1位から10位まで各店舗の人気ランキングを聞いていって、それにポイントをつけていく。1位なら10ポイント、2位なら9ポイントという感じでポイントをつけていって、1位から50位までの人気カクテルを出したという、そういうランキングなんですね。で、2015年からそのリサーチする店舗数は増えていきまして、一時期は120店舗を超えたんですが、2022年最新の、この人気ランキングは100店舗ぐらいの店舗が参照になっているようです。で、まあ、このカクテルランキングはですね、今言ったように世界中の人気バーの、カクテルランキングなので、日本のバーでは、あ、そんなカクテルあんまり見かけないけどな、なんていう、そんなカクテルも、数々含まれてます。まあ、その辺も楽しんでいただければ嬉しいなというふうに考えております。ではですね、そのカクテルランキング、50位から順番にご紹介していきたいと思います。多分今日だけでは終わらないので、2回か3回に分けてご紹介していきたいなというふうに考えております。ではテンポよく、いつものように深掘りして、一つのカクテルを長く喋るという感じではなくて、テンポよくお話していきたいと思います。ではまず、2022年の人気カクテルランキング、50位から。まず50位はですね、ピスコパンチというカクテルです。まあ、このカクテルは、このランキングが始まって、2015年から始まったこのカクテルランキングでは初めてのランクインとなっています。まあ、このカクテル、あまり日本では飲んだことない、見たことないよっていう方も多いかもしれませんが、まあ、このカクテル、レシピを先に言っておくと、ピスコが 30ml、パイナップルジュースが 15ml、レモンもしくはライムを 15ml、そしてシロップを2ダッシュと、これをシェイクして、ロックグラスに注ぐという、そういうカクテルになってます。このベースに使われているピスコというのは南米、ペルーとかチリとかが原産のブドウの蒸留酒です。で、ブドウの蒸留酒と聞くとブランデーと何が違うのと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ブランデーは樽で寝かして茶色くなっているのに対して、このピスコは樽で寝かすことは禁止になっていて、透明な蒸留酒になってます。で、このカクテルはですね、ピスコパンチのパンチ、ピスコをパンチスタイルの飲み方にしたよというカクテルで、このパンチというのはですね、カクテルの原型にもなったんじゃないかと言われている飲み方で、蒸留酒に果汁とお砂糖とスパイスとお水を加えたという、そういう飲み方なんですね。で、このピスコパンチ自体は1850年代にはすでにあったんじゃないかというふうに言われてます。1850年ですから、アメリカはゴールドラッシュの時代ですね。そんなアメリカがゴールドラッシュの時代に、サンフランシスコのバンクエクスチェンジ&ビリヤードサルーンのバーテンダーダンカン・ニコルが生み出したんじゃないかというふうに言われてます。で、まあ今でもサンフランシスコを代表するカクテルになってるんですが、まあこのカクテル、元々のオリジナルのレシピはコカインも入っていた。まあ当時はコカインは違法になってなかったので、コカインも入っていたなんていう、そういうふうに言われてるカクテルですね。はい、では続いて49位のカクテル、このカクテルはサイドカーというカクテルです。まあこのカクテル有名なカクテルですね。このランキングが始まった2015年から8年連続8回目の登場となっています。まあ、サイドカーといえばですね、日本ではブランデーベースの代表格のカクテルとなっています。はい。まあ、レシピを言っておくと、ブランデーが 30ml、そしてコアントローが 15ml、レモンが 15ml、これをシェイクしてカクテルグラスに注ぐというカクテルですね。このカクテルは以前このチャンネルでもご紹介しましたが、まあ、1910年代から20年代には生まれてたんじゃないかと言われています。作者は諸説あるんですが、このチャンネルでは以前はロンドンのバックスクラブのパット・マッギャリーが1919年に生み出したんじゃないかなんていうご紹介をいたしました。はい。では続いて48位のカクテル。コープスリバイバーナンバー2というカクテルです。まあ、このカクテルはこのランキングが始まって、初めての初登場のカクテルとなっています。レシピはジン4分の1、コアントローが4分の1、キナリレが4分の1、レモンジュースが4分の1、アブサンが1ダッシュ。これをシェイクしてカクテルグラスに注ぐというカクテルになっています。まあ、このコープスリバイバーというカクテルはですね、ナンバー1から現在ではナンバー5ぐらいまであるんじゃないかと言われているカクテルで、まあ、コープスリバイバーですから、死体、生き返った死体という意味ですが、まあ、このカクテルを紹介しているこちらのサボイカクテルブック。このサボイカクテルブックにはですね、立て続けにこのカクテルを4杯も飲めば、生き返った死体も再び死んでしまうだろうなんていう、そういうコメントも書かれているという、まあ、そういうカクテルですね。
はい、では続いて47位のカクテル。こちらはブラッド&サンドというカクテルです。2年ぶり4回目の登場となっています。レシピはスコッチウイスキーが4分の1、チェリーブランデーが4分の1、スイートベルモットが4分の1、オレンジジュースが4分の1、以上をシェイクしてカクテルグラスに注ぐという、ちょっと甘口の強めのカクテルとなっています。1922年にブラッド&サンドという映画があって、まあ、そこからできたカクテルじゃないかというふうに言われています。はい。では続いて46位のカクテル。トミーズマルガリータというカクテルです。このカクテルは3年連続3回目の登場となっています。レシピは 100% アガベテキーラが 30ml、ライムジュースが 15ml、アガベシロップが 15ml という風になっています。で、このカクテルはサンフランシスコのトミーズというバーのフリオ・ベルメホというバーテンダーが作ったんじゃないかという風に言われています。通常のマルガリータのコアントロの部分を、ホワイトキラソーの部分を 100% のアガベシロップに変えたという、そういうレシピになってますね。で、世界的にはこのカクテルはマルガリータとついてるんですが、グラスに塩はつけずにロックスタイルで出すというのが一般的になってます。では続いて45位。45位はアイリッシュコーヒーです。4年連続4回目の登場となってます。レシピはアイリッシュウイスキーが 30ml、そこにホットコーヒーを注いで、で、ホイップした生クリームを上にフロートさせるという、そういうレシピになってます。まあ、このカクテルは以前このチャンネルでもご紹介しましたし、うちのお店でも大人気のカクテルです。発祥は1940年代にアイルランドの空港で、ジョー・シェリダンという方が生み出したんじゃないかというふうに言われているカクテルですね。で、まあ、このカクテルで今有名なのはサンフランシスコにあるブエナビスタというお店で、このお店では1日2000杯も出てるよなんていうご紹介を以前いたしました。では続いて44位。ボビーバーンズというカクテルです。このカクテルはこのランキングが始まって初登場のカクテル、ランクインとなってます。スコッチウイスキーが2分の1、スイートベルモットが2分の1、ベネディクティンを3ダッシュ。これをシェイクしてレモンピールをするというレシピになってます。まあ、このカクテルですね、現在はこの1対1のレシピではなくて、もう少しスコッチウイスキーの多いレシピ、2対1とか3対1のレシピで作るバーテンダーが多いと思いますね。で、このご紹介した1対1のレシピはこちらサボイカクテルブックに載ってるレシピなんですが、で、このサボイカクテルブックにはウイスキーベースのカクテルの中で最高の一品、セイアンデレの日にはよく出るカクテルだというふうに書かれてます。で、このセイアンデレの日というのはですね、スコットランドの守護聖人、アンデレの祝日のことで、11月30日がこの日に当たるようです。はい、では続いて43位。ラストワードというカクテルです。このカクテルは3年連続3回目の登場となっています。レシピはジンが4分の1、シャルトリューズのグリーンが4分の1、マラスキーノが4分の1、ライムが4分の1、以上をシェイクするというカクテルになっています。まあ、このカクテルは1910年代、20年代、アメリカの禁酒法よりも前に、以前に生まれていたカクテルなんじゃないかなというふうには言われてるんですが、今のように世界的にこうやって人気が出てくる、そのきっかけになったのは2004年、シアトルにありますジグザグカフェというところのバーテンダー、マレイ・ステントンという方が、まあ、紹介したことによって、また人気になっていったと言われているカクテルです。続いて42位のカクテル。これはペインキラーというカクテルです。3年ぶり5回目の登場となっています。ダークラム 30ml、パイナップルジュースが 60ml、オレンジジュースが15ml、ココナッツミルクが 15ml。これをシェイクしてグラスに注ぎ、ナツメグパウダーを振りかけるという、そういうレシピになってます。まあ、このカクテルは2000年過ぎたあたりから世界的に非常に人気があるカクテルですね。まあ、レシピを見ると、トロピカルカクテルの代表格、ピニャカラーダにオレンジジュースが入ったみたいな、そんなレシピになってますね。このカクテルは1970年代にイギリス領のバージン諸島にあります、ソギーダラーバーというところの女性バーテンダー、ダフィニー・ヘンダーソンという方が生み出したカクテルなんじゃないかというふうに言われています。で、まあ、このカクテルはオリジナルのレシピはちょっと謎となってるんですが、このカクテルを世界的に広めたバーとして有名なのが、ドイツのミュンヘンにあります、パッサーズ・ニューヨークバーというバーです。このバーはもう世界的なバーテンダー、こうやって DVD も出たりしてますが、チャールズ・シューマンの出身のバーとして有名ですね。で、このバーのヘッドバーテンダー、現在は日本人の那須さんという方が勤めているという、そういうバーですね。パッサーズ・ニューヨークバーではこのペインキラーのレシピ、ナンバー4ぐらいまであって、ラムの量がどんどん変わっていくらしいです。はい。年間5万杯も出る、そんな人気カクテルらしいですね。はい。では続いて41位のカクテル。ティパンチというカクテルです。5年ぶり2回目の登場となっています。まあ、このティパンチというカクテルは、小さなパンチという意味のカクテルですね。レシピは、アグリコールラムが 40ml、シロップが 10ml、そしてライムが適量というふうになっています。
まあ、このカクテルはフランス領の、グアドループ島とか、マルチニック島で生まれたんじゃないかというふうに言われているので、まあ、アグリコールラムが使われているのかなという感じですね。まあ、その辺のお話は以前ラムのお話というところで動画を上げたので、よかったらそちらも概要欄に貼っておきます。はい。まあ、ティパンチ、小さいパンチということなので、まあ、グラスの中で簡単に作れるパンチスタイルの飲み方という、まあ、そういう感じですね。はい。では続いて40位のカクテル。40位のカクテルはハンキーパンキーというカクテルです。3年連続7回目の登場となっています。レシピはジン1/2、スイートベルモットが1/2、フェルネブランカが2ダッシュ以上をシェイクしてオレンジピールをするというカクテルになっています。まあ、このカクテルは以前このチャンネルでもご紹介しました。まあ、世界一有名な女性バーテンダーと言ってもいいと思うんですが、サボイホテルのエイダ・コールマンがチャールズ・ホートリーのために生み出したカクテルだというふうに言われています。はい、では続いて39位のカクテル。コスモポリタンというカクテルです。8年連続8回目、毎回とランクインしているカクテルです。ウォッカ 30ml、コアントローが 10ml、クランベリージュースが 10ml、ライムが 10ml。以上をシェイクするというレシピです。まあ、このカクテルは非常に人気があるカクテルですね。以前もこのチャンネルでご紹介しましたが、1996年、エビータという映画の中で主演のマドンナが映画の撮影の合間に飲んでいたとか、1998年から始まったセックス・アンド・ザ・シティという大人気のドラマの中で主人公の女性4人がよく飲んでいたカクテルということでご紹介しました。このカクテル発祥はですね、まあ、人気カクテルがゆえに諸説あるんですが、まあ、1930年代にコスモポリタン・デイジーというカクテル、このカクテルはジンとコアントローとレモンジュースとラズベリーシロップが入ったというカクテルなんですが、まあ、このカクテルが原型になったのかななんていう説もありますね。で、まあ、それ以外ではですね、1970年代にミネアポリスのコーク&クリーバーというバーで生まれたんじゃないかとか、サンフランシスコのジョン・ケインが作ったんじゃないかとか、マンハッタンのオデオンというバーで生まれたんじゃないかとか、まあ、人気カクテルがゆえに諸説あるという、まあ、そういうカクテルですね。では続いて38位、ラモス・ジン・フィズです。このカクテルは2年ぶり6回目の登場となっています。ジンが 45ml、レモンが 15ml、ライムが 15ml、シロップがスプーン2杯分、で、生クリームがスプーン2杯分、で、卵白を1個分、で、オレンジフラワーウォーターが2分の1スプーンと、これをシェイクしてソーダで満たすというレシピになっています。このカクテルは1888年にニューオーリンズのヘンリー・ラモスが作ったんじゃないかというふうに言われています。まあ、このお話も以前ジン・フィズというところでチラッといたしました。で、このヘンリー・ラモスのオリジナルレシピでは、このカクテルを12分間シェイクすると書かれてるんですね。12分間一人のバーテンダーはシェイクできませんから、シェイクボーイになる方が交代でこの12分間このカクテルをシェイクし続けたなんていうエピソードも残ってます。ミルキーな味のするジン・フィズという、まあ、そういう味のカクテルですね。はい。では続いて37位。ベリーニというカクテルです。2年連続6回目の登場となってます。スパークリングワインが3分の2。そこに、ピーチネクターを3分の1。グレナデンシロップをスプーン1杯分注ぐというレシピになってます。このカクテルは1948年にベネチアのハリーズバーのジョゼッペ・チプリアーニというバーテンダーが画家のベリーニを想像して作ったカクテルじゃないかというふうに言われてます。で、このベネチアのハリーズバーには、以前ヘミングウェイのところでお話ししたんですが、ヘミングウェイも足しげく通っていたという、そういうバーですね。はい、では結構時間がいったので、今日最後のカクテルにしたいと思います。36位のカクテル。ビーズニーズというカクテルです。2年ぶり3回目の登場となってます。レシピはジン 45ml、レモンジュースが 15ml、蜂蜜がスプーン1杯分以上をシェイクするというレシピになってます。このカクテルは1921年にリッツのフランク・マイヤーが作ったんじゃないかというふうに言われてます。で、今ご紹介したレシピもこちらフランク・マイヤーのオリジナルレシピとなってます。まあ、このカクテル非常にシンプルなレシピなんですが、蜂蜜を使っていることによって風味豊かな味わいになっているという、そういう甘酸っぱいカクテルです。で、蜂蜜を使っているので、通常のシロップより溶けにくいので、ちょっとシェイクは強めにするというところがポイントとなってます。はい。では今日はここまでにしたいと思います。50位から36位までご紹介させていただきました。はい。皆さんもぜひぜひお近くのバーで今日ご紹介したカクテル飲んでみてください。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。